はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、任天堂ラボのトイコンさんドライブキットの最後だね、飛行機トイコン、はい、を作っていきたいなと思います。はい、飛行機トイコンは30分から60分ということなので、まあ割と簡単にできるかなと思いますので、チャットと作っていきたいんだけど、その前に黄金のゴミ箱、この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いします。はい、じゃあ早速いきますよ、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね。じゃあ早速作っていきましょう。はい、ということで飛行機トイコン完成しました。じゃあ完成の儀式やりましょう。はい、では早速遊ばせてください。3、2、1、できたー、ついに。よし、じゃあ入れるよ。うん、ドライブキットのトイコンが全部これで完成したね。うん、さあ、お、飛行機すごい。じゃあいくよ。うん、おーおーおー、すごいすごいすごい、おー、すごい、すごいすごいすごい。え、ちなみにトリガーなんか、おお、なんか発射した、発射したミサイル、なんこれ、あ、これもガソリンあるよ、えちゃん。あ、ガソリンあんだ。あるってことはあれなんだね。ボーおお、気を破壊した気を、あ、ちゃんとターゲットなんだよ。ロックオンして木を破壊するっていう。あの竜巻のとこ行ってみてよ。うん、あれジェジェ、あドン、竜巻のとこ行くとどうなんだろう。あー、やっぱりこうなっちゃう。うわ、あ、優しいでも爆発したりしない。あの風船を、あの風船を、あ、風船ダメなんじゃない。あ、いた、ドン、あー、やった。あ、あれちの風船割りだって。はい、では次は遊ぶのラリーやっていきましょう。はい、前回ね、あの、うん、全部の地図解放するなんて言ったんだけど、それできませんでしたので、うん、とりあえず飛行コースってのやってみようか。はい、うん、そこは解放しといた。うん、飛行コースね、そこ飛行コース、これは飛行機だけだね。うん、飛行機しか。あ、じゃあこれは使わないかな。あ、頑張って。あ、これもゲート通過するタイプ。おお、次は下だね。うわ、なるほど。あ、これ面白いんじゃない。低空飛行、レッドブルエアレースみたいな感じ。次は、あ、こっちかね。え、あ、どっち。あそこにある、あった。おい、左、よいしょ。あ、右になった、あったあったあった、あの中、上の中、これはいける、もしかして。あー、ぶつかってきた。あ ー, あー、やってしまったりしてくれ。さあ、これを大回りして戻ってこないといけない。でもまあ20何秒ぐらい、あーっと、20秒以上あるから焦んないように、ゆっくりね、大回りしていった方がいい。あ、なんだ、ゆっくりできんじゃん。お、行けた。さあ次はどっち、矢印がね、見えなかったけど、あ、また上にある。さあ、5個目通過できるか、間に合うか。今は、あと15秒、行けそう。よいしょ、お、通過できた。次は下、下だ、下、下、ぶつかってるけど、よいしょ。うわー、やばい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 、あったあった。でもあと10秒、レーシングどうした、停止してしまった、着陸したらもうダメだ、焦りました。おお、間に合った。痛恨のミスですね。痛恨のミス、レーシングの結果5でした。よし、じゃあパパやろうか。うん、ちょ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 、あ、足場がない。おい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 、あー、嘘嘘嘘嘘、ひどい。しかもこれね、パパ初めてプレイするのに。あ、ごめん、じゃあもう一回リトライ。いや、いい、いい、入った。続いて、低空の方。あ、これ面白いね。
これさ、グオーっていくのがすごい。ちょっと、割とちょっとだけなのに。ちょっとできてる、パパの方は。焦らずに。パパね、A ちゃんのやつ見てるからね。やっぱ、それが大きいよね。A シン君の見てさ、どこに何があるか知ってるからさ、ちょっとずるい。まあ、ただパパは初めてこれプレイするっていうハンデはあるけど。おい。初めてなのに、すごい。あ、そっちじゃない。こっちじゃないの？あれ、こっちだっけ？違う！え？かなり乗ってしまった。向こうの上です。あ、あれか。うわ、20秒。ハイスピードで行って、じゃあ。マックスパワー。あ、いや、余計な。余計なことしちゃった。間に合うか、あと10秒。あ、間に合いそう。間に合った。よし、これで終了した。着いた。あれだ。さっき僕がくぐれなかったゲート。まさかの、くぐった。くぐった。あとこっち。竜巻の上にあるのかな。登るべき、これは。あ、違ったっぽい。どっちこっちに矢印が出てる。あ、上じゃない。え、上どこないーどーん。あらこれ結構ヘニャヘニャだけど大丈夫かな。いや、でもすごいね。これめっちゃ楽しいよね。これはジャイロセンサーを使ってるみたいなんだけど、ジャイロセンサーとあれね、あの IR カメラ。ああ、そうね、ここのトリガーでね、両方でね。ああ、もう一回始めちゃった、ごめん。じゃあエイシン君もう一回、うん、そうか。いや、これすっごい楽しい、うん、今までのドライブキットの中で一番いいかも、うん、すごい。おお、まあ、つーか。最新くんのリベンジ。当たってる、やばいこと。優しいから。当たっても死なないから。普通これで飛行機ゲームって終わりだけどね、あそこでね。うん、ゲームオーバーって感じ、うん、あの上ね。あ、そっか、あの上だったか。やっぱ大きくロスしてたんじゃ。でもこれ結構ね、距離が長いから5秒くらいロスするんだね。ロスするね、あ、下だね、下。おお、いい具合に今回はいけてる。ふかしてない、エンジンふかしてないから。よっ、はい、向こうだ。次は、あ、う、右の上にあった。うん、あった？あった。ではこうした方がいいのかな。そうかも。その左かあたり。あ、あ、そか、逆だ。でも、数回になるんじゃない。あ、だった。じゃあ、これ逆向きに行かないと。よし、こうやって浮いて。よし、ついてる、上。あ、あった。おお、8番目。あー、いや、ね、無理だよ、もっと遠回りしないと。もっとお前しないとダメだって。じゃあ、よいしょ、急がなきゃ。あー、ほら、だからお前しないとダメだっつってんじゃん。よし、いける。次は、次はどこだ。下ってなってた。近は、こんな、あっち、左下ってなってる。あっち、右矢印ある。そこ当たんないように、左側。あった。間に合うか。間に合った。あ、まださっき、上だ。上ね。右にあった。間に合うか。間に合った。あとは、え、こっちね。下行って。右。竜巻気をつけて。うわ。上だって、上。上。どこ？左。あった。うわー、これは、あー、10個。まあ、でもよかったね、うん、いいじゃん、やったー、はい、10個。
はい、ということで今回は任天堂ラブのトイコン3ドライブキットの飛行機トイコン、はい、これ全部のドライブキット終わりましたね。うん、まあ他にもあのサブみたいな感じで、うん、ここにスイッチを立てられる台とか、あ、そうそう、もう一個の鍵トイコンとか、そうそうそう、いろいろまだ作るものは残ってますね、うん、まだ段ボールも余ってるしね、うん、だからそれは動画じゃなくて普通にやっていくから、もしかしたら、ね、そうだね、もしかしたらライブ配信で2人作るかもしれないけどね、うん、うん、どれが一番面白かった？これだね、うん、これすごいジャイロでグリグリやって、うん、押して放って、それでパパもこれ一番楽しかった、すごい、ただねちょっとこの下の段ボールがふにゃふにゃなんで、これはね使わないときはこの鍵トイコン外しとかないとすぐダメになっちゃうと思う、これ、うん、そうだね、うん、もし鍵トイコン入れとくならこのスプレーか車だと思う、そうね、そうだね、これでもすごいジャイロが効いててめっちゃこれ楽しい、クリクリクリ、はい、ということでドライブキットの動画いかがでしたでしょうか、うん、またね任天堂ラボ発売されたら作って遊んできたなと思います、はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それと今回のおすすめ動画いつものとこに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録あんまりの方からよろしくね、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。